PTA 鳥チャンネルの時間になります。今日はですね、現場レポートとして、私が5月の17日の日に、佐賀県でちょっと講演会があったんですけど、その後、佐賀県庁の方に、佐賀空港をちょっとゆっくり、案内をしていただきました。その時のちょっと様子、動画も撮ってきてますし、取材の許可も全て取った上で、撮影したものを今日はちょっと流しながら、この佐賀空港、正式名称は九州佐賀国際空港というところになりますが、そこのお話をしていきたいと思います。でまず前半はちょっと利用者にとってメリットが、使うべき場所というところをちょっとお伝えしていきたいと思うんですが、このコロナ禍の間にですね、実は佐賀空港かなりリニューアルしてます。で2021年の7月にこのターミナルビルのリニューアルというのが、完了しているんですが、その中で、ラウンジは確か2020年度ぐらいちょっと直してたと思いますけど、今プレミアムラウンジ佐賀の柄という佐賀の柄っていう名前になってますけど、カードラウンジがオープンしてます。前は使われたことある方、前は3階に有料のラウンジがあってカードラウンジじゃなかったと思うんです。それがちょっと2階になっていますし、あと国内線の保安検査場がちょっと場所も若干、コロナ前と今と変わってますけど、正直言うと動画見ていただくと思いますけど、かなり綺麗になってます。そういったところで、カードラウンジの方もかなり広いし、あと電源もあったりとか、あと会議室もあったりとか、そういったところで、大きな窓から飛行機は逆側なので見えないですけど、佐賀の町の方の駐車場とか、そういったのが見えるっていう感じになっています。それであと今回ちょっと佐賀空港ってどういうイメージを持ってますかっていうのを聞くと、一番多くはレンタカー、佐賀空港っていうのは開港当初から佐賀空港到着便の搭乗券を見せることによって最初の24時間1000円でレンタカーが借りれるという、これをもう長年行ってまして、今もこれは行っているという状況になっています。今もこの1台、1000円で、レンタカーを借りることが、できるというふうになってますけど、それで僕も結構実は佐賀空港っていうのは佐賀に仕事がある時もあれだけど、ハウステンボスに行く時とか、あとちょっと福岡県内ちょっとレンタカーで回りたいなっていう時にあえて佐賀空港を使うってことがあります。で、佐賀空港のメリットが何かっていうことで、一番はそのレンタカーが、到着ロビーがちょっと場所がずれて、前だと、ターミナルの左側にあったのが右側になったっていう、ちょっと分かってる方だと逆サイドになったっていうふうに言えばいいのかなと思うんですけど、もう到着ロビー出て右側にちょっと外を50メートルぐらい歩くと、このレンタカーの専用のエリアっていう別棟の建物があって、そこで手続きすると、その目の前から出発すると、大体のところって多くはレンタカー借りるときっていうのは送迎車に乗ってレンタカー会社のオフィスまで移動するっていうのがありますけど、それが必要なくすぐに出られるので、だいたい到着ロビー出て10分あれば手続き済めばもう出発、空港離れることができるっていう、そこはやっぱり福岡空港にないところがありますし、あと福岡空港が今混み合ってて、以前このチャンネルでも福岡空港の門限が間に合わなくて、21時の門限が間に合わなくてっていう、そういった22時の門限が間に合わなくてっていうのをやってきましたけど、佐賀空港の場合はほとんど着陸待ちがないので、そういったところでは非常に使いやすいかなっていうところがあります。で現状今佐賀空港国内線は今羽田からの便が ANA が、毎日5往復、飛んでまして、でもう一個成田空港からスプリングジャパンっていう、LCC 前の春秋航空日本ですね、これが週1便だけ飛んでるんですが、実は、他にちょっと機体を回すってことで実は6月末で運休が決まってるので、国内線に関しては基本的には、ANA の1日5往復のみというふうになります。で国際線の方、実は今日このところで今回現場レポートで取り上げようっていうふうにちょっと思ったところが、
実は国際線のエリアも今回撮影をさせていただいてます。なかなかあの動画で見ることが少ないこの佐賀空港の国際線のとこなんですけど、ちょっと一部撮影禁止のとこがあるのでそこは弾いてますけど、パスポートのチェックのところが出国審査入国審査があって、あとまあ税関とかもあって、一応そのあたりもあの写真は撮れませんでしたけど、あの見せていただいて、それであと、今国際線の保安検査場っていうのが2階にありますので、そこから入ってって、通っていくと、3階か3階ちょっと2階か3階3階だったかもしれないですけど、入ってって、階段降りてっての行くんですけど、ちゃんと一応あの免税店もしっかりあります。なんかいろいろお菓子が売ってたりとか、そういったのもあるし、あと待合室も広いですし、あの電源なんかをたくさん確保していると。で現状今台湾からのタイガーエア台湾っていう LCC や週2便、佐賀から台湾、ほとんどが台湾人だそうですけど、でもほぼこの週2便ほぼ満席でいつも、来ているということで、今後韓国のソウル便の復活であったりとか、あと、もともと佐賀空港はあの中国からの春秋航空が多かったので、これもいずれ、上海とか西安に過去飛んでましたので、そういったところが戻ってくるんじゃないかなというふうに思います。それであと今回国内線のエリアの2階のところにお土産屋さんが、すごい綺麗になってまして、これマーケットホールっていうのがありますが、佐賀のなんかいろんなお菓子であったりとか、あと佐賀有田焼きとかいろんな伊万里焼きとかありますが、そういう陶器もあったりとか、結構この佐賀の物産にこだわったお土産店が1店あります。そちら結構いろんな面白いものがあるので、見てるだけでも楽しいなっていうのが、あるので、ちょっと佐賀空港を使うときはぜひチェックしていただきたいですし、あと3階に上がっていくと、あとフードエリアが、前はもう本当普通の食堂って感じでしたけど、今回もこの、すごい綺麗になったと、いろいろの佐賀のちゃんぽんがあったりとか、丼物があったり、いろいろそういう食の形もありますので、そういったものも堪能できるので、早く行って、佐賀牛なんかもあったりとかありますので、そういったの堪能できますし、あとなんか佐賀は今なんか JAXA と、なんかいろいろ一緒にやってるプロジェクトがあるみたいで、スペースパークというところで、この宇宙を学べるちょっとエリアがあったりとか、そういうのもありますので、ぜひ見ていただきたいなと思いますけど、で保安検査場、このラウンジは、さっきのカードラウンジは保安検査の手前にありますけど、保安検査場入ってからの景色がすごい飛行機一望できていい感じで、電源で充電したりするところもありますし、売店も1個、お土産売ってるところもあったりっていうところで、ありますし、やっぱり混雑がそこまで多くはないので、比較的本当にスムーズに乗れるなっていう、そういったような空港です。それでじゃあ今回あと見たきた中では、駐車場のあり方、これちょっとこの羽田空港なんかもとか成田空港なんかも参考にしていいなというふうに思ってたところがありまして、で実は佐賀空港っていうのは駐車場無料なんですよね。で、福岡空港が今確か1日2600円かななんかする感じですけど、佐賀空港は無料で、無料であって、今台数がどんどん増えて今2100台止められるようになってます。でも結構これが特にターミナルに近いところは埋まってしまうっていうことがあるんですけど、実は今回リニューアルの期に、2022年度にリニューアルをして、有料のエリアを設けた、100台だけで、いわゆるもう止めたらすぐにターミナル入れるってところで、無料だったところにあえて有料を作るっていうのは、その遠くに止めるのを混んでて、やっぱりそれよりもお金払ってもいいから中にはもうパッて乗りたいっていう、そういったやっぱり需要っていうのがある中で、その1日1000円かかるけどベストポジションに止められるっていう、それが100台用意されてました。まだそんな混んでないので使ってる人そんなに多くはなかったですけど、空港のターミナル会社の方とか、あと県庁の方に話します。これ儲けるためだけじゃっていうわけじゃなくて、利便性を向上させる。で今 の羽田空港の駐車場、これも再三こちらでも話してますけど、羽田は今、通常の時だと1530円かな、で、繁忙期だと2100円、2160円かなぐらいになりますけど、
だからこれも前からその混んでる時とかその場所によって例えば1日3000円にするとか4000円にするとか、その代わりその駐車場の行列なしで入れるエリアっていうのは僕は作ってもいいと思うんですよね。やっぱり飛行機に乗り遅れるとかそういったことがやっぱり僕は問題だと思うし、ね、もちろんそれが嫌だったら並べばいいと思うし、でも中には、ね、そのよく僕もこういうことを話すと、じゃあ電車で行けばいいじゃん、バスで行けばいいじゃん、いやそういう問題ではなくて、やっぱり時間がないからとか荷物があるとか、やっぱり車で行くっていうのはそれなりに皆さん、事情があって使うわけだけど、ただ今土日とかで羽田で混んでしまったり、特に、ANA が使っている第2ターミナルっていうのはいずれ、まあ、早ければ夏とも言われてますけど、国際線もそこから発着することになるといよいよ、まあ、駐車場が止められなくなっちゃう。だったらその一部の価格をもう値段を倍にするとか、まあそういうことをやってももういい時期に来てるんじゃないかなと、まあ、うん、そういったところもありますけどね。今もうここ難しいところあるのは、結構今この間の徳島のニュースで阿波踊りの有料の観覧の VIP 席が1万5000円にするっていう、今までそんな1000円とか数千円だったのにっていう、でそれも100席限定ですと、そこ誰が行くんですかだけど、でも阿波踊りを本当にじっくり見たければ1万5000円っていうのは決して高くないような気がするし、まあそれに見合うものでなければいけないっていうのはあるのかもしれないですけど、でもそういった形でちょっと値段を高くすることによってその快適性をまあ買うっていうことですよね。まあこれも USJ のファストパスとかも同じ理論だと思いますけど、そういうのをやっぱり買うということを今後考える意味で、地方空港でこの目の前に止められて1日1000円っていうのを無料の駐車場の中でやったっていうことは結構評価ができることだと思います。ちょっと逆になんかあの空港の案内をしながらあの怒ってます的なちょっと内容にもなってしまってますけど、でもこういうなんか佐賀空港は本当県知事を含めて非常に今力を入れて、やってる空港ですし、あと朝6時半から夜の24時まで使える空港ですし、まあちょっとね高速道路までが45分ぐらいかかるっていうのは、これがちょっとまあ難点はあって、まだまだ改善しなきゃいけない点とかもいくつもまああったりとか、で今回佐賀で講演してて、まあ、地元の方いろんな方と、佐賀新聞の社長の方とかいろいろ話しましたけど、まあ、あそこの今の一番の問題はあの、西九州新幹線が去年の9月に武雄温泉から長崎まではできて、ただ今博多から武雄温泉佐賀県のそこまでは特急列車で、それで乗り換え新幹線乗り換えると、あと今新幹線があとつなげなきゃいけないのは今武雄温泉から、新鳥栖、九州新幹線の鳥栖まで、新鳥栖までをまあつなげなきゃいけないですけど、まだルートが確定できてないと、まあそこら辺もそうだし、まああと建設費の負担の問題もあるけど、やっぱりここはそのさっきのレンタカーの1000円で使えるっていうのも、一応返却をまあ原則佐賀県内、まあ一部大牟田とかまあ柳川とかで返す場合も福岡県内一部 OK ですけど、もうやっぱりこの長崎空港、佐賀空港、福岡空港、やっぱりこの3つ、まあ、新幹線もそうですけど、この3県がやっぱり一緒になって連携していくような空港づくりっていうのが必要だと思いますけど、でも本当に地方空港の中では僕は頑張ってる空港で、いろいろ常にこのレンタカーのところもそうですけど、非常に頑張ってると思います。あの一番良くないパターンはあの某茨城県っていう名前言ってますけど、あのレンタカーのキャンペーンやると茨城県内泊まんないと安くならないっていうのがあるんですけど、佐賀空港のレンタカーは長崎に泊まろうが福岡に泊まろうが佐賀空港さえ使えば、1000円で使えますよっていう、だからこういう制限を設けないっていうのはやっぱり大事だと思いますし、これまだまだ進化する、空港になってきて、僕も個人的にもちょっと応援 してますということも含めて、今日は取り上げましたけど、あの比較的やっぱり便の遅れも少ないですし、もうさっき言った、まあ、僕の中の一番の魅力はやっぱりレンタカーがすぐに出発できて、かつ最初の24時間に限って1000円で利用できるっていう、なので長崎、まあ、特にハウステンボス佐世保方向行くときなんかは重宝してますし、あとまあね、あと新幹線できてちょっと注目を集めて嬉野温泉、いい温泉地ですし、まあ、武雄温泉もありますけど、まあ、そういったところも含めて、ちょっと佐賀、まあ、呼子の方、北の方以下、まあ、呼子は逆に福岡空港から近いところもありますけど、いいところが、まあ、ありますので、ただちょっとグルメが少ないかなっていう、
もっとねグルメの美味しいものがなんか名物があるといいなっていうちょっと課題もいろいろ現地でなんか鹿児島だったら黒豚食べたいとかなんかまあ熊本だったら馬刺しとか、長崎だちゃんぽんとかそうやっぱり代表したものがなかなかない場所でもあるかなっていうのがあるのでちょっとそういったところも含めて、佐賀まだ頑張んなきゃいけないところもありますけど、まあ、進化していただきたいなということで締めさせていただきたいと思います。PTA 鳥チャンネル今回は佐賀空港正式名称九州佐賀国際空港について、ちょっと現場レポートということでお伝えさせていただきました。ご視聴いただきましてどうもありがとうございます。